から卒業メモリアル、では皆さんに課題をお知らせします。ベニクジャクという椿の花を見つけてください。ベニクジャク、ベニクジャクです。そしてもう一つあります。リーダー新沼さんと素敵なツーショットを絶対に撮影するというものです。はい、私は別に逃げてもいいんだ。じゃあメモリアル用に、はい、新沼さんとの思い出ありますか？そうですね、いっぱいありますね。例えばみんな頑張ってます。先輩おっさーん、なーに早く登ってきてください。ベニツバキ、ベニクジャクだしね。しかもごめんだけどベニクジャクだけどね、ごめんな。あれじゃない、ちょっと待って、これこの24年間一度も花畑に行ったことがないと。来ちゃった、最後。新沼さん、いいツーショット。今日のシェフ4人です。おー、お願いします。せーの、リトキャメです。いきます。おいしいです。これ今までなかったんじゃない？なかった、初めてだよ。いや、初めて初めて。ピアンさんがいたから当たり前になっていたことがこれから当たり前じゃなくなるのが本当はすごくすごく本当に寂しいです。ひそらちゃんとは結成から数えきれないほどの思い出があります。一緒に残っているのも聞こえん、わかんない、聞こえん。まあ約11年アイドルとして活動してきて、やっぱりアイドルって楽しいなとか、なってよかったなって思うことの方が本当に多くて。あ、こんにちは。あ、すごーとにかくもう私は頼りにしてた部分全部を楽しんでほしい。なんか本当にシンプルな言葉なんですけど、心から幸せになってほしい。石井美晴音ちゃんはこの子すごい、もう加入したばかりなのに椿ファクトリーっていうグループを愛してくれてるんだなっていう気持ちになったので、私はみぞちゃんの笑顔が大好きなんですよ。で、みぞちゃんが笑ってるとすごく元気な気持ちになれるんですね。下さんはずっとアイドルでいてくださいとかなんかそういうことをそう言ってくれたのがね、シンプルに嬉しかったんですよね。私も本当にだからそんな風にこう見ててくれる子がそばにいて頑張れました。おかげでありがとうございます。どんな時でもこう私に温かい言葉をかけてくれて、そんな皆さんに本当にいつも救われてここまで活動することができました。正直なんで私のことを応援してくれてるのかなとか、そういうことを考える時もすごくあったんですけど、でもちょっと言葉出ないけど、本当に、私を選んでくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいですし、本当に最後の最後まで応援してくれて好きでいてくれてありがとうございました。